11月21日、愛媛新聞社が制作した2017笑顔つなぐ愛媛国体の報道写真集が、県内すべての公立小中学校と県立学校に寄贈されました。この日は県庁で贈呈式が行われ、愛媛新聞社の土井秀夫社長から井上忠教育長に報道写真集およそ470冊の目録が手渡されました。 非常に皆様躍動感がある競技が多かったのでですね、そこを増すことなく捉えた写真集になっておると思いますこの写真集では、64年ぶりに愛媛単独開催となった愛媛国体の県勢の活躍が全競技、全種目、オールカラーで紹介されています中では、総合開会式や各競技、各会場の様子に加え 今年1月から長野県で開かれた、銀霊国体の熱戦の記録が27、272ページにわたって、躍動感あふれる写真でつづられています子どもたちにです、ね、えー、身近な選手がこんなにすごいんだということを活躍をしてもらいながらです、ね、えー、自分の目指す姿としてもらいつつ、スポーツの素晴らしさや感動を感じてもらえるようなものになればいいと思っております。 愛媛国体の感動がよみがえるこの報道写真集は県教育委員会を通じて県内すべての公立小中学校と県立学校に配布されます。